はい、皆さん、こんばんは。みつるの日常と申します。まあ今日の動画なんですけど、まあ、タイトルにある通りです。ただ大会に出ますっていう報告をするだけなんですけど、8月6日の、火曜日です。来週ね、土曜日17日、FWJ の、埼玉の大会があるんですけど、まあ、それもちろん出ます。はい、それ出るんですけど、それと9月7日土曜日広島で行われるレモンクラシックに出るっていうのは、まあ、今年の予定で、すでにこの2大会はもうエントリーもしっかり済ませて、まあ、準備してるところなんですけど、 YouTube とかでもしかしたらちらほら言ってたかもしれないです。 SNS 含めて9月16日の、ABF の、大会に先ほどエントリーをちょっと済ませました。この大会に関してはもともとサポートで、行く予定だったんですけど、4月の21日に平くんの今年のね初コンテストを、まあ、ちょっとみんなでサポートしに行ったんですけど、まあ、その時に、まあ、彼が本番は9月16日だよっていう話をずっとしてて、まあ、自分ももともと行く予定の大会、まあ、だったんで、まあ、その前の週が広島のレモンクラシックだし、まあ、出てもいいかなとは前々から思ってたんですけど、なかなかねバタバタしてまして、エントリーをすることすら忘れてました。大会の存在もちょっと忘れてて、まあ、今日ねたまたまちょっと時間があったので、ゆっくりちょっとこうネットサーフィンするタイミングがあって、その時になんかふと思い出して、そういえば APF の大会出るんだったらエントリーしないとなと思って、先ほどエントリー済ませました。今回 APF 初めて出場させていただくんですけど、名前はねフィジークモデルっていう名前のカテゴリーなんですけど、まあ解釈としては、まあ、自分がずっと出てるフィジーク、メンズフィジークっていう、サーフパンツ履いたカテゴリーで、ただ名称名前が変わってるだけで、やることは全く変わらないので、皆さんねその辺は同じカテゴリーに出るよっていう風に認識していただければと思います。ちょっと名前が違うのでね、ややこしいんですけど、出るカテゴリーなんですけど、ファーストタイマーっていうカテゴリーと、あとはクラス20っていうカテゴリーの、この2つのフィジークのカテゴリーに出ます。でこの2つのカテゴリーがどういう積み分けをしているかと言いますと、まずファーストタイマーなんですけど、まあ、一生に1回しか出れないカテゴリーになります。なので自分は今回 APF 初参戦になるので、まあ1回目の出場になるっていうところで、初挑戦になるので、まあ出れますよっていうところ、1回だけ出れるっていうカテゴリーです。まあ、せっかくなのでちょっと記念にエントリーさせていただきました。あとですね、クラス20っていう2つ目の、カテゴリーがあるんですけど、これは20代の方かな、20代の方のみ出れるカテゴリーだった気がします、確か。なので身長別、今まで自分が出てるフィジークのカテゴリーって身長別がほとんどだったんですけど、クラス20に関しては身長が関係ないんですよ。なので、まあ、体重も関係ない、もちろん。ということで、まあ、どういうことかというと、まあ、同じ20代の人間だったらみんな用意どんで階級とか身長とか関係なく一緒に戦えるっていう、まあ、結構夢のある、カテゴリーになります。なので今回平君とも、まあ、一緒、まあ、身長は彼とはほぼ一緒なんですけど、まあ、同い年っていうこともあって、まあ、ちょっとね自分もせっかくここまでずっと体を作ってきて今キープしてる状態なんですけど、まあ、レモン終わって1週間あるので、まあ、せっかくだったら最後に1個ぐらい出とこうかなっていうところで、まあ、この2つのカテゴリーにちょっと今回エントリーさせていただきました。 APF は初めてのね、挑戦になるので、まあ今年2大会かな、6月15日と7月21日見に行かせてもらって、やっぱ両方の大会を見て思ったことは、まあ、FWJ とはまたちょっと違ったニュアンスでの審査基準かなっていうところで、割と自分がこう評価されやすいんじゃないかなっていうふうにちょっと、まあ客観的にもしかしたら自分のことを見れてない部分もあると思うんですけど、自分の感覚的にはなるべく客観的に自分の体を見て、この間の大会、まあ久しぶりに観客席から見たんですけど、普段選手として出ることが多いんで、でまあちょっと体を見比べて、まあいけるかなっていう感じです。わかんないですけど、それは出てみないと。9月の半ばっていうこともあって結構暑い時期だし、あとは開催場所が東京の三鷹市かなの会場なので、まあ、一応東京、まあ、アクセスはね割と
あの東京なんで都心部なんで、まあ、みんな集まりやすいのでレベルもすごく高いと思うので、まあ、なんかついでに出るよっていう感覚ではなくて、ちゃんと自分の 100% をね、まあ、その前の週がレモンクラシックなんでなかなか調整難しいと思うんですけど、まあ、コンディション崩さずにその次の週9月16日もベストなコンディションを持ってこれるように、まあ、本気でもちろん、ぶつかるつもりですし、まあ、平君とも並ぶからね、今度一緒にちょっとね、茨城の方行って彼の地元の方に行ってゴートレするんですけど、まあ、その動画はまた、YouTube で撮りますので、それねお楽しみにしていただきたいんですけど、BF の大会も全力で挑んでいこうと思ってますので、まあ、皆さんね、一応今日の動画はまあこの報告動画っていう形になるのでこれで終わりなんですけど、応援していただければなと思います。チケットの方はまだまだ多分販売は先になると思いますね。だいぶ先になると思うんですけど、まあ全然なんかその見に来てくださいっていうね、あれでもないんですけど、まあ、もしね本当なんかたまたま時間がある方はちょっとチケットお金かかっちゃうんですけど、見に来ていただけたら嬉しいなと思います。まあ FWJ とはまた違う空気感ですごい楽しく、まあ、FWJ も楽しいんですけど、まあ、ABF は ABF でなんかまたちょっと違った雰囲気でね大会がこう一日進んでいくので、まあ、そういった会場の雰囲気の違いとかも感じれると思いますので、まあ、ぜひね動画見ていただいている方で興味ある方はね、全然それこそ観客としてじゃなくて、これからちょっと大会に出てみたいけどまだちょっと悩んでるって方は、まあ自分が出るんでついでに見に来てくれたらね、これからのモチベーションにもつながると思うし、自分がそれで本当に見てみて出たいのか出たくないのかっていうのもね生で感じれると思うので、まあ、そんな感じです。今日の動画はちょっとこれからトレーニングしますので、もう肝心のね来週の大会まではあとちょうど、11日か今日で11日もう2週間来てるんですけど、まあちょっとねずーっと体をこうビーフ終わってからこうキープし続けてる状態なので、ちょっとこうなんていうのかな、ストレスというか体のその精神的なストレスじゃないんですけど、こう肉体的なストレス、まあやっぱ疲労がやっぱ抜けないので、トレーニングのこう肉体的なストレスがちょっと溜まってきてるなっていう今段階なので、ちょっと疲れはねなかなか抜けない状況なんですけど、まああと8月17、9月7日、そして今発表した9月16日、この3大会ね、とりあえずやりきって、今年2024年の、まあ、フィジーク選手としての活動は一旦終了させていただこうかなと思ってるので、残り3大会、ちょっとバタバタして、だいぶ大変なんですけど、すべての大会で自分の 100% 持ってこれるように、しっかり調整していきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。それでは皆さん、また、次の動画でお会いしましょう。